自衛隊を活かす21世紀の憲法と防衛を考える会は自衛隊を否定するのでもなく国防軍や集団的自衛権に走るのでもなく現行憲法の下で誕生した自衛隊の可能性を探り活かすための議論の場を提供し提言活動を行う任意団体である事務所は東京都渋谷区代々木2の12-2の株式会社カタログハウス内にある 2014年6月7日に柳沢京に伊勢崎県事加藤明を呼びかけ人として発足した事務局は松武信行何が日本の国益になるかを基準として21世紀にふさわしい自衛隊の活かし方を日本防衛と国際秩序の両面で打ち出すことを目指し陸海空自衛隊の元幹部やアメリカ、中東、中国、テロ対策 法律など各分野の専門家と共にシンポジウムを開催している。シンポジウムは主に東京で開催されるが、大阪では関西企画を成功させる会からの講演を得て開催され、関連企画として伊勢崎健治によるジャズライブ、ジャズ引けし、うク北信ジ・ウィズ・キバタ・ハルチカトリオも開催している。2015年5月18日には提言。 変貌する安全保障環境における選手防衛と自衛隊の役割を英訳とともに発表。7月28日には中国語訳、韓国語訳も発表した。ありがとうございます。